これは今ね何するかっていうとね、これ図書って言うんですけどね、これは今針金あのハサミつけ入れてるでしょ、そこはねあそこで切っちゃうんでないの、そこから上を陣にするんですけどね、ただねそこのやつを皮むいてね、あの棒にしたってね、あの中ありきたりでしょ、その先をねその種全部取っときましょう、全部これでも熟したんだとか、うん、種取っておいて、それはまだね黒くなるんだわ、うん、そしたら巻いたらいいけどね、まあまだ早い、うん、まだ置いといてもいいんだけどね、その種まくとねこれがものになるっていうことはね次の世代か次の世代だからね間に合わねえ、食べれば美味しいんだけど食べるっていうことはあんまりないみたいだけど、一応なんかあ取って置いてあるってことはマーク機でいるんでないかなこれ何じゃ、これ何ですか、目でないかい、それは目ですよ、新芽、うん、だけどね今回はねそのそれを生かすとかそういうことをやるんでなくてね、うん、その上の方をねそれとその目だけ持ててうちのやつにつけるじゃいかないもんな、いかねえあの陣天陣って言って上の方にねあの白くなってるでしょ、うん、松、塗装でも何でも、うん、それをねこう人工的に作るんだけどね、うん、今枯らしてしまうとね皮むいちゃうと枯れちゃうでしょ、うん、そうでなくてねその先をね生きてるうちにね、うん、さもさもあの雷に打たれたようにねあの鋭く天陣にするわけさ、で死んでからだったらさ形なかなかつかないから、そうだね、生きてるうちに陣をねつけるわけさ、で下は下でまたちょこちょこっと針金かけたりして直すけど、それよかこの木の今の作業は売りはねいかに天陣をかっこよくつけるかなんでね、うん、それで今天陣をつける作業でね針金巻くので一応その小枝の小さいのはね一応いらないんですよね、その先の先の細いのまでまあ天陣につけるとかっこいいけど、あんまりそれまで考えることはなくて上の方に2本ほどあればで、要するに下の枝のから今切ってるとこまでは全部来年は真っ白くなっちゃうんだよね、うん、ただそのぬるっと曲がってるでしょ、それでは味わいが悪ないんでさ、そこをちょっと険しさを出すために今カッキンカッキンカッキンとねやりますから、天神作り天神係長大阪何じゃったの大阪って天神あ天神係長どうせ使うかい、ニュームで効かないの、いや効かない、あ太いか2ミリか、いや太くてもいいさ、どうせそれであの形を作るだけだから物は何でもいいんだよね、ニュームあ、ひろこさんどうせあれこれでいい、これってもう皮むけたの、白くなってきた、これかい、いや白いとこかい、うん、皮むけたのか、うん、これでいい、焼いといたから、うん、どうせんこんがりこんがりとこんがりとこんがりとこれこのレールで長すぎるか、下から持ってくる必要ないからさ、これだんだん細くなんねえ、これなんかいっぱいこんなみたいなの持ってるけど、いやいやいや細くなったっていいの、いいんだ、今針が今ハサミ入れてるとこから上は白くなっちゃうんだから、うん、でこれをどういうふうに曲げるかなんだよね、この天陣をどう作るかさ、これ黙っといたらこれ真っ白ここまではできるよ、それじゃ全然味も素気もないでしょ、これを本体からきちっと曲げて、あとあれでねえかい、そんなに長くいらないんでねえかい、上の方、うん、その辺でいいにか、そう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 、大体半分ぐらいに切って、でこれに全部針金かかるからね、これね、それはそれね険しく出すように、うん、もう、うん、そうそう、その辺で切ろう、
それでそれもカキカキカキっとさ曲げるように、それで一応ね下の本体は一回曲げてあるんでね、これ以上曲げなくてもいいんだけども、一応あれでしょうね、曲げる、曲げそこどうします、曲げますか、まだ硬いよちょっと、これでね下からさ、あまた潰してもいいと思うね、これだったら、はい、これだったら効くよ、導線これでやれやにし、効くんだったら、はい、回転させてこれ上まで上げてしまって、でここからは険しくちょっとこうややパキッとこう危ないなっていうぐらい曲げちゃって、天神だからそれを生かそうとして曲げるんでなくてね、こっから上全部地にしちゃう、地にしちゃうの、だけどちょっとあのくらつくから下から上げていかなきゃダメだからさ、一応下から上げよう針金は、なんかこれプロ御用達の、はい、プロ御用達、プロ御用達、はい、こういうのがプロ御用達、プロ御用達道具だけ一人前だってな、うん、違うよ、道具は使うため、道具は使うためにあるんじゃないの、道具は、ね、見せびらかすためなの、道具はどうでもいいの、問題は指先です、いいな、解説だけ言ってるの楽だなこれは係長まっすぐ入れないんだよ、これちょっと斜めに入れて、それで下でグッと一回ガチッと、そう、そして一回一番下で回転させないと効かないよ、そうそう、それからちょっと上げていくのさ、いや首まっすぐ締めたらダメだよ、一回冷めて、そしたらずっと上げるの上に、そうよそうよそうよ、そしたらクラクラしねえから、細いからあと、うん、クイッ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 とキュッ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 っていかないと、細い問題でいくと針金結構それ太いからね、うん、そこら辺からいいけど今度はその上だね、そう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 、これは枯れるんだからこの枝、うんうん、今でこれ少しぐらいひび入ったってね、これこの木は枯れないから、どうせ来年ここで皮むいちゃうんだからね、多少のひびは全然心配ない、それでこう流れてきてこれが陣にな天神になるわけでしょ、うん、ただちょっと長いんだよね、ここで締めるこの立ち上がり、うん、いやそれにしても陣がねこんなひょろひょろの神社さ、やっぱおかしいでしょ、うん、この辺でちょっとこうカキカキって、うん、いやこれは後したら後でやる、針金入れて、うん、かけてからな、うん、ここ処理、うん、これは後でできるの、処理潰すか、うん、潰せば潰したりこう折れるからね、それね心拍より折れやすいから、おそんなもんでいいにか、あと上、うん、あとはこれこれこう来るでしょ、下がって枝がこういうふうに来るから、こう来るから、はい、いいやんか、ここあとここの処理だ、陣のこの辺まではいいんでない、あとこの細いのでどうするかで、これここで間に合う、うん、これで間に合うな、それを生かして育てるっちゅうあれでないかね、どうやって険しさを天神の険しさを出すかだ、そういい、それでガチッと巻いとけばいいんですよ、それで先の方行ってちょっと小細工してキリッキリッキリッカキッカキッとこう行くようにして、いいやんかそれで、あとは陣の付け方どっから少なくともこれより下にしないとダメだわ、上上げたらおかしいわ、おかしい
おかしい。やっぱりもうそう、上にひょっとこうやって上げたらさ、このいやこんな 細身のものだからさ、なお気が細く見える。やっぱり雪で潰されたり雷落ちて折れたり、なんかそういう感じだからね。そう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 、そこはあくまでも白くなるっていうふうに考えて、こういうふうになるっていうふうに考えて、でここにちょっと青いのがこうね、将来これ伸びてきたらここにちらっとこう青いのが出てくると、そう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 、ガチッと下げないと陣になる。こうしてカッカッとこうキッキッ鋭く下げる、ま、ねじっても曲げても何でもいいんだわ。それちょっと犠牲になってもらうやつだからさ。そう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 、そのてっぺんも針金かかってねえのそれ、これね、まあ、それはそれでかけたんが、さっきの細いやつでかけようか。それもまたなんとかさ、こうカッとこう、これこれか、うん、これはもう枝の間からこう出すやつと違うから目立つからね、てっぺんだから。力量があれだよ問われるんだよ針金かけの、あれバッテンなんだこれ、うん、バッテンになってもいいって、少しぐらい、どうせそれ枯らせですよ、ね、そこはなんか針金かけ外すんだからね。まあ一応基本は基本だから、そう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 いいっす、うん、その陣あれどこ行く、タラッと下げたの、あドルサ陣、あこれが、うん、どっからさ、こっからでしょ、陣。そうです、そうです。うん、これ右手はやめてください。そっちの手でやってください。全部隠れちゃってるんです。ちょっとなんか陣が、あ、陣あれだな。長くしないで短くしてもいいもんな。あ、皮むくときさ、うん、形できたらさ、針金外してからね。針金外して皮むいちゃうから。その時にその長さを調整する。ちょっと長すぎるとかあるな、陣ね。もうちょっと先下がんないかよ、これ、ここ。その、下にさ、うん。そう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 。うん。その方が陣らしいんだよね。ちょっと背が高いんだよな。そうでなくてさ、上行ったらカケッとこう、潰されたように、そこなんか利用した方が。こうやって根元から折れてるなら分かるよ、なんとなく。あ、折れたから枯れたんだなって。そう、そういうことよ。こうぬるるるでなくてな、うん、一回根元で折れてで枯れたんだって、うん、そしてさ、そういう風に枯れたとこだけポッキリなんかこう直角でもいいけど、その後はぬるくてもいいのか、そうそう、そのちょ別に最初こういう風にしたらダメよ、うん、これカキーンとこうなって、それ後の方はバーバーどうでもいいわけ、ある程度細身のとこは、うん、これはね、ここからね、ここから上は白になる計算だからね、うん、まあね、こっからポッキリ折れて下の方まで行っちゃったみたいな、汚染されて、うん、フリルグーッと思い切ってつけて、つければいいんだ、思い切って短くたっていいんだからこれなら陣じゃなくてもいいでしょ、ね、いい、これだけでもいい、うん、なんもこれだけでも様になってる、様になってる、これ上の頭になって、うん、なってる、これ、ね、それぞれに何々咲くってつけとくからこれ。よいしょ、うん、これなんだかこの、うん、こう陣いらんだよ、いらねえ